さ、おじさん無事？おばさんだった。大変なことになってしまったよ。なんということだ。伝説の勇者を捕らえるために魔物どもめ国ごと滅ぼすつもりか。命の大事よ、どうかその神聖なる息吹で我々をお守りくだされ。大変なことになってきたよ。大丈夫？返事がない。すでにこと切れているようだ。つら。めっちゃおろおろしよるやん。誰だ、勇者がいれば大丈夫なんて言ったやつは。全然大丈夫じゃないじゃないか。お前や。お前やぞ、言ったのは。いや、でもね、勇者がいれば大丈夫かもしれんけど、いや、生まれたばっかりの子供には無理だから。何もできないから。何、外行った？お父さんは外に行ったの？やるかだろうと。戦ってる！くはははは、勇者はどこだ？勇者を出せ。数が多いな。しかし、悪しき畏敬の者どもに勇者を渡すわけにはいかぬ。いや、勇者目の前にいる。めっちゃ抱えてる。ここは私とローが引き受けた。そなたはアイナを連れて、エレナともに城の外に逃げろ。あ、そっか、ローおじいちゃんと同世代ってことかな。デルカダール王、しかしこの数では。うわ、いいから早く行けよ、邪魔だわ。話しかけるな、し戦いやるときに。案ずるな。この程度の魔物に不覚を取るほど追いぼれてはおらぬわ。私も後から必ず追う。さあ行け。かっこいいぞ、なんか。デルカダール王、ロー様、ここは頼みます。頑張るんだ。ここで私も助け立ちしてやりたいけど。はあ、はあ、アーウィンが向かったのは逆座の間か。無事だといいが。ありがとう、説明してくれて。邪悪の魔の者なのに希望の子アイナは渡さん。我らが蹴散らしてくれるわ。うわ、みんな優しい。グハハハハ、勇者は守る愚かな人間どもよ。ここが貴様らの墓場となるのだ。どうやら魔物はアイナに気がついていないようだ。このまま戦えるの？マジで戦おう、戦おう。え、戦おう戦おう、全然戸惑うよ。驚き戸惑っているでしょうね。え、でもさ、まだ別に何も攻撃されてないんやけん、驚くこともなくない？え、一発一発なんやけど、やば。これは勝手に倒れたってことになるんかな。なんかすげえ呆然としてない？え、なに？いくら倒しても次から次へと物が現れる。この数防ぎきれるか。え、気づいてないな。自分が倒したと思ってるの、もしかして二人とも。私が倒したんだよ。私が倒したんだよ。やっつけてやるわ。さあ人間どもよ、我が主であるウルノログ様に勇者を差し出すのだ。戦います。これね、驚き戸惑っているって言っても、勝負挑まれた段階じゃ何もわからんよね。はい、弱い弱い。あー、今のこの私の力でね、今の私の力がこの頃にもあれば。恐れ入ったか、マロモロメ、これがイグナ王国の力だ。私の力だわ。あ、あれ、まだとどめ刺してないのに。へへ、ラッキー。私が刺してあげたわ。優しいやろ。ちゃんと戦ってあげるよ。みんなには見えてないけど。アーウィン様、私怖かった。あ、よくぞご無事でいてくれました。窓から魔物の大群が向かってくるのが見えて、あなたとアイナが心配で。今は話している時間はない。アイナを連れこっから逃げよう。さあ私についてくるんだ。あ、これで地下に。おわ、あの時の格好や。君たちのことは私が絶対に守る、たとえ何があっても。さあ早くこっから脱出しよう。ほら、父親もあの格好をしとるし、母親とマルティナも最初に繋がる格好をしている。てか、マルティナはもう完璧に家族やね。ん？ここにもおるやん。やっつけてあげます。さあ、勇者を出せ。ウルノーグ様がお前たちよりも勇者の力を役立ってくれよ。やっつける、やっつける。ちょっと待ってね。一発でやっつけるけん。いけーい。イエーイ。
史が変わるんじゃん。はぁ、はぁ、今勝手に死んだような。まあ、いっか。よし、なんとか仕留めたな。しかし数が多すぎる。こっちの方向行ったっけな。追いかけます。さあ、みんな無事？どこに向かったんやろ。下かな。私がとりあえず来た方向に行けばいいってことかな。とりあえずこっちの方向やんね。でも来た方向って言っても、これ全員やっつけたら何かしらあるんかな。戦いますよ。なんかこの全てを倒したパターンと倒してないパターンで何かしら変わりそうな気がしなくもないんやけど。ね、何かしら。大丈夫か。いや、やった、倒したぞ。お前の力ではない。私の力だ。もういない？アウィン様たちがユイ様を連れて1階に向かわれた。アウィン様、どうかご無事で。なるほど、じゃあちょっと私も。あ、いる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 。ああ、たい、死んでない？死んだふり、死んだふり。見つかったら本当に殺されてしまうわ。見つかってはいるんだけどね。ひゃひゃひゃ、弱い弱い。デルカダールの将、グレイが来る前に全員根絶やしにしてやる。こっちが根絶やしにしてやるわ。これこそね、ほんと戦ってない、死んだふりしたおじさんの目の前で勝手に死ぬことになるけんね。あ、こいつちょっと強い。こいつなりに強かったぞ。はい、オッケー。それでもすぐにやっつけるけどね。さあ、おじさん無事？おばさんだった。もう無事よ。いないよ、あいつ。起きて起きて。はい、それじゃあ1階に向かいましょうかね。なんか別の部屋とかにもおるような気がせんでもないけど、何しよん。壁のふりしてやり過ごすわ。どうしたん、おばちゃんたちみんな。現実逃避しすぎじゃない？壁に慣れてないから。そんな歩いて大丈夫なの？よし、ここから外に。あ、来そう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 。ほらほらほら。これも私がやっつけてしまえば。感じる。感じるぞ。勇者の気配がする。あ、こいつ、やっつけたやつじゃない？どんなに姿を隠しても、その忌々しい光の波動を隠せまい。さあ、おとなしく勇者を差し出すのだ。これ、ね、現代で私がやっつけたやつよね。私の家族には指一本触れさせん。本体そっちって言った子やろ。あー、今の間に。グオー、やっつけるマジで。やっつけた。まあ、でもあいつもなんか地獄の底から蘇って的なこと言ったような気がしなくもない。魔物が次から次へと。あなた、私たち一体どうしたら。この城はもう奴らに囲まれている。正面からとても突破できないだろう。倉庫にある地下通路へ向かおう。あそこを使えば城の外に出られるはずだ。さあ、こっちだ。めっちゃ歩くやん。さあ、向かうか。いるいる、いっぱいいる。舐めるんじゃないわよ。誰があんたみたいなのにやられるもんですか。にしても私を砕いたあの男ったら、一人でさっさ逃げちゃうなんて。生きて帰ったらぶん殴ってやるわ。それぐらいの息でいた方がいいよ。へえ、なにこれ、死んでる？傷が。死んではないのか。あ、すごい、これなんか水流れようやけどした。ごめんね、のんきでやっつけるよ。勇者以外の人間は殺していいとウルドーガ様からの命令だ。この城ごと燃やしてやる。なんかあれ、扉ちっちゃくない？よし、行くぜ。この世、こいつは気づいてないってことは、驚き戸惑ってる奴ら気づいておったってことなんかな。魔物はやっぱり普通の人には見えんものが見えるとか。助かった。私を口説いたあの男、一人逃げちゃうんですもの。だから男は信用できないのよ。誰に言ってんだ。ね、これ扉じゃないの？違う。違うのか。あ、なるほどね。水路か。水が流れてきてたわ。こちらからも魔物が。この正門だけは絶対に守らねば。守ってあげる。
行くぜ。ジュラハーン。あれ、同じ形のやつや。これもいっぱいいるタイプの魔物なのか。イエーイ、そりゃ一発だわ。大丈夫か。腰抜けとるやん。なんとか倒せたようだ。しかしもうこれ以上は。ダメだ。もうそこまで魔物の大群が押し寄せている。正門から脱出は不可能だ。誰に言ってるんだ。自分に言いかせてるのか。ん？ってことはこっちの方向ってこと？これ裏門？どっちに向かったんか全く。え、魔物おるけど。普通におるけど。アウニー様たちがそこの扉に入っていかれた。あそこの地下通路を抜けられれば、ユイ様は無事に外に出られるはず。よかった、本当に。みんな命を犠牲にしてまで。ありがとう。はあはあ。ユグのあの力、見せてくれる。私も頑張る。行きます。へい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 、やっつけてやるぜ。ここでゾーンに入る。これでなんか殺気を感じ取ったりとかするんやね。大丈夫みんな。恐れ入ったか。ユグナはそう簡単には攻め落とせないぞ。よし、それじゃあこの先へ行きましょうか。扉固く閉ざされてるんだけど、どうやったらいけるのこれ。いけんやん。どうやって行くのこれ。こっちから、こっちからってことか。あ、いたいた。あ、こっちの扉のことね。なるほど。確かこの棚の後ろに。あった、隠し通路。さあ、エレノア、マルティナ。魔物に気づかれぬうちに、早く中へ。もうマルティナ、完全に家族やん。ねえ。完全に家族の一員やん。何もない？なさげやね。じゃあ行きます。イグノア城地下。よーし。どこだ？4人とも、どこ行った？あ、さっきまで走りよったところやわ。ね、ここは何も変わらないんだな。あ、で、この地下で？そっか、この地下でお父さんやられてしまったってことか。よね、地下で戦ったもんね、さっき。え、この辺じゃない？もうちょっと先か。あの先？え、もうちょっとでその父親の、その魂が留まってしまった場所。あ、ここやん。うわぁ。お父さんの最後の場所が。あ、じゃあここで魔物を食い止めて、自分は殺されてしまって、母親たちは脱出したってことか。よし、こっから外に出られるはずだ。あ、ほら、来た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 。めっちゃ走ってくるやん。ここは私が食い止める。君たちは早くこっから逃げるんだ。あなた、でも。ゆい、めっちゃおる。さあ、早く行け。ここで私がシュシュシュってやっつけて歴史を変える。お父さんお母さん健在ですっていうことに。忌まわしい魔物どもね。ここは絶対に通さんぞ。ああ、もうこれやられるやつや。やっつけてあげれるんじゃないこれ。守るべきもののために、負けるわけにはいかない。魔の者たちは消え去れ。ただそれが現実に反映されるかどうかっていうのはわからんけど。ね、現実の世界に、これが事実として反映されるかどうかはわからんけど、でもやっぱり、倒せるんなら倒して助けてあげたいよね。ああ、見てこれ。奇跡的。父親と一緒に戦いよるよ。めっちゃ感動的なシーンやろ。自動的に自分が攻撃してない相手に攻撃されよるってことを気づかんかな、父親。何かしら感じ取ってくれそうじゃない？こういうのって。奇跡的に。誰かが一緒に戦ってくれていたような、みたいな。そういう展開であって。感動的な感じで。こいつの逃げに強いな。あー、やめて。お父さんの体力がどれぐらいあるのかわからない。強いぞ、こいつ。いや、しかし攻撃は弱い。待って、お父さん弱すぎ。え、今のやっつけたんや。
ったよ。これでお父さん大丈夫やろ。はあ、はあ、これで全部倒したようだな。早くエレナオたちを追わなければ。お、マルティナ、ここにもいないのか。マルティナ、お、王様？この声は、デルカダール王。よかった、ご無事だったのか。なんかあれやね、私が倒したとか倒してないとか関係なく、体力がつきそうな気配がするね。ストーリー的に。ストーリー的に。デルカダール王。これはこっちなの？これ元に戻っていきおらん？あ、でも元に戻っていって、あれか、デルカダール王と再会するの？かな？あ、おるっぽい。え、なになになに？これは、え？あー、こいつ！デルカダール王、己、お前は一体何者だ？マジか。ここにやられたんか、さっきのにやられたんかと思った、お父さん。そういうことじゃなかったか。あ、もうこの時から体乗っ取られとったってこと？あ、それでか。それで、デルカダール王やけん、抵抗できずにそのまま攻撃受けて死んだっていうことか。おお、お前は、アーウィンではないか。皆は無事なのか。ああ、デルカダール王、よくぞご無事で。幸いにもこの戦火の中、我が息子と妻、そしてマルティナは、無事に城の外に逃げ延びました。そうか、それは良かった。では、逃げ延びた者のもとに、我が手の者を早速向かわせよう。デルカダール王、何を？抵抗できずにどころか、そんな隙もなくってことか。くわうわぁ、辛い。これは辛い。勇者の血筋など、ここで途絶えるがいい。デルカダール王、いたらお返事を。デルカダール王。これで魔物にやられたっていうことにするってことかな。あ、グレイグ。おう、デルカダール王。おう、よくぞご無事で。到着が遅れ、申し訳ありませんでした。アーヴィン様、デルカダール王、これは一体？アーウィンが突然私に襲いかかってきたのだ。だから仕方なくこの手で、え、自分が殺したって言うんや、そこ。そして我が娘、マルティナも、ユグナー王妃エレナワに、人質としてさらわれてしまった。あ、それでもう洗脳する気？なんと、ユグナー王妃ともあろう方々が、なぜそのようなことを。おそらく勇者の誕生が、この城の者たちを変えてしまったのだ。城を襲った者たちの狙いは、勇者を手に入れること。そのために、あまたの命が消えていった。勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説の勇者、アイナがいなければ、このような悲劇は起こらなかった。そういう感じか。アイナは世界を救う希望の子なのではない。このように邪悪なる闇をもたらす存在。災いを呼ぶ、悪魔の子だ。ロトゼタシアの平野を脅かす勇者を、野放しにするわけにはいかん。草の根を分けても見つけ出すのだ。はっ。それで追いかけられよったんか、私は。なるほどね。まだ生きとんじゃない。ああ、まだ。違う。勇者は、アイナは悪魔の子なのではない。デルカダールを止めなくては、このままでは世界は闇に。エレノは、アユナ、不甲斐ない私を許す。ああ、ここで意識が。でもこれで父親の最後を見届けたわけだね、私は。お、元に戻る。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。